僕の大切なクラリネット、パパからもらったクラリネット。じゃあその音で歌う？うん。うん、せーの。マイファーストインタビュー。大地さんが来るのがちょっとドキドキもあるけど頑張ってみます。こんにちは。こんにちは大野リリアナです。大地真央です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。大野リリアナです。6歳です。将来の夢はアナウンサーと女優です。6歳の頃の私って本当に海で泳いで山を駆け巡ってみたいな自然児っていうのかな、そんな感じでしたね。お名前はなんて呼んだらいいですか？まおちゃんでいい。どっち？まおさんの方がいい？どっちも素敵で選べない。リリアナちゃんの呼びやすい方でいいよ。はい、うん。世界のどこにでも行けると言われたら、うん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 、どの国に行ってみたいですか？やっぱパリかな。パリ私も大好きで。あ、本当に？で、どこ行きたい？今行けるよって言われたら、やっぱり真央さんと一緒でパリかな、うん、おー、そうなんだ、うん、絵とかチーズとかが好きで、うん、何？チーズ？うん、本当パリのチーズってね、本当美味しいのよね。食べてみたい。うん、ブリアサバランっていうね、うん、チーズ美味しいよ。ブリアサバラン、うん、ロドルフ・ムニエさんっていう人が熟成させたブリアサバランっていうのがね、うん、これチェックしといたらいいと思うよ大人まで必ず覚えていきますすごい。私は今バレエとかベリーダンスとか、うん、ベリーダンス、いろんなダンスを習っています、うんうんうん、踊ることは好きでしたか？うん、私はね、宝塚、うん、出身なので、うん、一通りは全部やって、うん、踊ることってやっぱ好きよね。今一番好きなのは何？クラシックバレエかな。おー、すごい。パッとここでできることあるの？うん。なんだとやってやって。お、パディシャとか。パディシャ。すごい。あとはこれとか。あ、はい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 。楽しいよね。うん、踊るってね。こう気持ちがどんどん元気にワクワクしていくから。うん、すごい。どうしたら舞台で綺麗に踊れるようになれますか？うん、レッスンって結構大事よね。レッスンをすることによって自分にも自信がつくし、お稽古着とあのいよいよ衣装をつけたり照明があったりなんとかなると、お稽古場とは違う大変さが加わるでしょ、うん、だからお稽古場で 120% ぐらいを目指してて舞台へ行って、うん、80% 出せたらいいのかなぐらい、たまにお 100% 出たみたいな時はあるけれど、やっぱ自分の気持ちをアップさせておく、気持ちが大切。そう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 。でもリリアナちゃんもうすでに踊ると楽しいって言ってるから、うんうん、とってもいいと思うありがとうございます、うん、辛くなった時に何を食べると元気になりますかでも食べると元気になるよね、うん、何好き？辛くなった時は私はグミを噛んでるかな、うんうん、グミなんだ私はね、割とねチョコレート好き。チョコレート、うん、それもね 70% 以上カカオが、うん、フルーツも好き。フルーツ私も好き、うん、好き？なんか似たところあるよね私グミあんまり知らないけど、グミ、うん、昔月グミだった冗談言ったのねそうそう、笑ってくれていいところ月グミだった何歳から俳優になろうと思ったすごい、そのなんか偉いね、すっとこう、私は今日はインタビュアーよっていうね、戻れるところが何歳から何？何歳から俳優になろうと思いましたか？中学生ぐらいかな。何のきっかけで興味を持ったんですか？うん、たまたまね、私の義理の兄があの素人劇団で主役やってて、その
舞台を見に行った時に、で一番後ろね、こういう一番奥のところにこうライト当てたりするんだけれど、うん、そのホリゾントの明かりを見た時にすごいそれにヒューッと吸い込まれるように、こういう世界でなんか演じてみたいって思ったの。じゃあこう竜巻のように吸い込まれた感じ。すごいわねよくそういう言葉がふっと今浮かんだわけ。うん、なんかすごい素敵。舞台などで人前に出るとき気をつけていることは何ですか？はい、見に来てくださっているお客様に夢を与える。夢を与える。すべて万全にしてお客様に楽しんでいただく、そして自分も楽しむこと、じゃないとお客様も楽しめないのね。でも楽しむだけでもダメよね。素敵ですありがとうございます。私は宝塚にも興味があるんですけど、宝塚はどんなところですか？夢の国みたいな感じかな。理想の男役像みたいなものがあって、本当にこうひとときの夢を見られる劇団、見ている時にはとてもリアルで、まるでその世界に入り込めるみたいな、そこの辺を私の時はね、みんなもそうだと思うけど目指してた。モーさんが俳優を長く続けてきた理由は何ですか？やっぱり好きなんでしょうね。一つずつを大事に演じてきた結果、あ、すごく長くやったみたいな感じ2023年、今年ね、初舞台から考えて50周年なの。50周年信じられないでしょ、リリアちゃん気が遠くなるでしょ。まだ6年しか生きてないそう、私ずいぶん長くね、第一幕をやってるわ私は将来俳優とアナウンサーになりたいと思っています、今どんなことを頑張ったらいいですか？いや、もうリリアナちゃんのお話聞いてると十分今のままでいいと思う。今のまま、今のままがいいと思う。ちゃんと自分でその夢を持って、そこの目標に向かって今一生懸命いろいろやってるわけだから、そのまま継続は力なり、続けることだと思うよ仕事を聞いてもらってもいいですか？なんだろう、お手柔らかにいいわよ。私が作った感情じゃんけんっていうゲームを一緒にやってもらっていいですか？感情じゃんけん？はい、3つの表情があって、あ、悲しみがこういう顔と、これが悲しみ、これが驚きで、驚き、おで、普通に笑顔が喜び、喜び私と真央さんの顔が一緒だったら、私に1ポイント入って、もし真央さんと私の顔が違かったら、真央さんに1ポイント入ります。オッケー。それで3回勝った人が勝利になります。勝利になる。じゃあやってみましょう。やってみましょう。感情じゃんけんじゃんけんぽい、マオさんの勝ち。やったーやったー、負けちゃった。ーせーの、感情じゃんけんじゃんけんぽい負けた私にポイントが入りました。で1対1ね、今のところ同点だ。おお、そうか。感情じゃんけんじゃんけんぽい、マオさんの勝ちだ。2つだ、負けた。え、2つ目だよ。3回戦ってことね。3回戦で、もう一回勝った方が勝ち。あ、じゃあ勝ったんだ、勝利感情じゃんけんの王様に真央さんはなりました。え、変だね、変だもう一つだけお願い聞いてもらってもいいですか？なんだろう、なんですか？真央さんと一緒に歌を歌ってみたいのですが、このクラリネットを壊しちゃったっていう歌を一緒に歌ってみたくて。じゃあキー決めた方がいいね。どんな感じで歌いたい？僕の大切なクラリネット、
パパからもらったクラリネット。じゃあその音で歌う、うんうん、せーの。僕の大好きなクラリネット、パパからもらったクラリネット、とっても大事にしてたのに壊れて出ない音がある。どうしよう、どうしよう。おパッキャマラド、パッキャマラド、パオパオパッパッパ。おパッキャマラド、パッキャマラド、パオパオパッ。あすっごく久しぶりに歌った。いやちょっとなんかちょっと恥ずかしいけど。いやでも大丈夫でしたか。すごいもう、はい、最強レベルを超えてますよ。入ってるね。うん、取ります。おおびっくり。どんどん面白くなってるね。みなみちゃんかわいい。マオさんもとっても素敵だと思いますけど。ありがとうございます。すごい4枚取ったね。4枚のだけにこれでおしまいと。今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。とっても楽しかった。私も今までで一番楽しかったです。ありがとう。こういう風に6歳のリリアナちゃんとインタビュー受けるっていうか、まあトークをする、こんなことは本当初めてで、でも本当に私の6歳の時を思うと、なんてしっかりしてるんだろうなってちょっとびっくりしましたね。でも本当に子供らしさもちゃんとあって素敵なインタビューでした。芸能界を目指しているお子さんたちはいろいろとお稽古とか学校のお勉強とかで、友達とも遊びたいし、いろんなもう時間がもう足りないぐらいじゃないかなと思うんですけど、今しかできないことを思いっきり遊ぶとか土を触るとか、それもと大事にしながら自分の夢に向かって頑張ってほしいなと思います。憧れの真央さんに会えてとっても幸せで嬉しくって、それでもう夢が叶ったような日で、今までで一番嬉しくって楽しかったし、幸せすぎて倒れそうでした。今日のインタビューは結構よくできました。